はい、今日は量子力学のイントロダクションをしたいと思います。古典力学 F イコール MA、ニュートン力学ですね、の修正の方向として、一つは、相対性理論がありましたね。で、世の中には光の速さよりも速いものはありません。で、古典力学で計算していると、そんな光速、光の速さを超えちゃったりしますよね。普通に、自由落下とか見ていても、光の速さを超えて無限大までできてしまうわけですけども、スピードとしてはできてしまうわけですけども、実は世の中には光の速さよりも速いスピードってないんですね。光の速さが上限です。そういうわけで、まあ、修正を受けないといけない。それが一つの方向です。で、実はもう一つの修正の方向があります。それが量子力学です。で、マクロの世界の力学とミクロの世界の力学というのは違うんですね。で、今日は、こっちの量子力学の、イントロダクションをしてみたいと思います。で、連続体だと思っていたものが、実は、ミクロの世界では、つぶつぶ、量子化されているっていうことが、いろんなところでわかります。例えば、エネルギーなんかもそうですね。で、その量子化の単位としては、H バー、プランク乗数です。というわけで、まあ実はですね、この物理学、で、非常に大事なパラメーターが2つあります。それがこの光速 C とプランク乗数 H バーです。で、まあ、この修正を、同時にやってやると、つまり相対論的量子力学が完成します。ただ、まあ、これで OK かなと思うんですけども、ところがこの理論っていうのは、実はエネルギーが負になってしまって、病的な理論なんですね。で、これを是正しなきゃいけなくて、それが場の量子論になります。で、場の量子論まで行くと、まあ、反粒子の存在だとか、あるいはですね、スピンというものが、概念が、必然的に入ってきます。で、その統計性ですね、フェルミオン、ボソンっていった概念も出てきます。で、とにかくこの C と H バーというものは非常に大事なパラメーターで、で、まあ、最重要なパラメーター、2つなんですけども、その二つをかけた値として、この、大体ざっくり200メブフェムトという量が出てきます。メブというのはメガエレクトロンボルト。エレクトロンボルトは電子ボルトですね。まあエネルギーの単位です。それからフェムトというのは10のマイナス15乗メートル。大体原子核のサイズですね。で、これはおおよそ、原子核を構成するですね。原子核。陽子と中性子からできていますが、それを構成する、大元になっている。陽子と中性子をこう結びつける粒子がいるんですけれども、それが湯川先生の発見した、予言したパイオンで、パイ粒子なんですけれども、まあ、それの質量、おおよそ質量になっています。フェムトっていうのは原子核のサイズですね。まあだから、まあ、この2つのパラメータだけから原子核のおおよそのサイズと、それからパイオンの質量っていうのが出てくるわけですね。で、もう一回繰り返すと、相対性理論で最も重要なパラメーターとしては光速 C です。C がスピードの上限です、この世の中の。情報も含めて光速 C を超えるスピードはないんですね。で、この C を無限大のリミットにとると、古典力学に帰着します。ニュートン力学に帰着します。光速が無限大だと思うと、今僕たちが見ている世界はそのまま真実の世界を見ているということになるんですけども、実は光速が有限だということから、僕たちが見ているのはたまたま同時に我々の目に入ってきた世界を見ているだけであって、本当の真実の世界を見ているわけではないんですね。それから、まあ、詳しいことは、相対性理論の方で、解説しております。で、一方、量子力学で最も重要なパラメータ、先ほど出てきました、プランク乗数 H バーですね。で、このミクロの世界ではっていうのは連続ではなくて、この H バーっていうのが、まあ単位で、通過単位みたいなもの
つまり、まあ、1円玉みたいなもんですかね。最小単位みたいなもんです。H バーがユニットになっています。で、この H バーを0に持っていくと、これは、まあ、連続になるようなもんですから、粒々じゃなくなるってことですよね。これが古典力学に、帰着する極限です。はい。では、量子力学の、なんですけども、まあ、大体、ざっくり言うと、まあ、原子のスケールですね。10のマイナス10乗メーター。まあ、もうちょっとナノテクノロジーとかでも、量子力学の効果は出てくるわけですし、あるいはですね、実はマクロにも、マクロの世界にも量子力学って見えてくるんですね。例えば、超流動とか、超電動とか、あれは、まさに、量子力学的な効果なんですね。だから、本当にミクロの世界を見に行くと量子力学の世界になるんですけど、実はマクロの世界にも量子力学の効果って現れているんですね。だからまあここではざっくりとこう言っています。で、マクロの世界、まあ僕たちの我々の周りですね。例えば、水を見ていたとしても、それは連続体に見えますし、それからエネルギーを見ていても、まあ連続な量に見えますよね。ところが、それはミクロに見ていくと、細かい世界を見ていくと、実は水っていうのは連続体ではなくて、水の分子の飛び飛びになっていると。それからエネルギーなんかも、まあ、飛び飛びの値になっているんですね。で、一つ面白い効果があります。ここにこうジェットコースターがあるとしましょう。で、ジェットコースターこうあっててですね。で、ジェットコースターの、まあ、たまたまこの、今日はちょっと故障しとって、こっからこう落ちたとしましょう。そうすると、こういって、まあ抵抗とかもあるんですけど、抵抗はもしなかったとしても、ここまでしか行かないですよね。こっからスタートしたら同じ高さのところまでしか行けないですよね、ジェットコースターは。で、同じことがミクロの世界でどうなるかというと、まあこっからスタートしてここまで来ると。まあここは一緒なんですけども、実はそこからスルッと山を通り抜けて、こう超えられるはずがないのに、ここをスルッと通り抜けて落ちていくと。まるでトンネルを通ったみたいにこう行くので、まあこれトンネル効果と言われています。これ何を言ってるかというと、例えば電子さんが悪いことをして、こう、なんか万引きをしたと。で、牢屋に閉じ込めました。で、電子くんをですね、この牢屋に閉じ込めておいたとしても、まあスルッとこう抜けることができると。いうことを言ってるわけですね。さて、この量子力学なんですけども、量子力学の作り方にはいくつかあります。一番有名なのは、皆さんが、まあ、初めに勉強すると思いますが、正準量子化というものです。それはどういうものかというと、例えば、1x、それと、x 方向の運動量 p と書きましょうか。で、それらは、位置と運動量はですね、実は同時に測定できない、特定できる、することができないっていうことが、まあ実験から分かっています。で、それを式で書くと、この x と p の交換関係が ih バーになりなさいっていうことになります。この交換関係、xp っていうのは xp-px ですね。こう ab の交換関係って言ったら ab-ba のことです。で、先ほども量子力学で、この H バーを0のリミットに持っていくと、そうすると、これ、ここ、右辺は、0になって、それは、要するに、位置と運動量は、まあ、交換してですね、それらを同時に測定できる、まあ、古典力学のリミットにたどり着くよっていうことを言っています。で、この XP-PX が、この IH バーになりなさいっていうことですよね。で、普通の数だったら、3×5-5-3 は0ですよね。6×5-5×6 は0ですよね。で、普通の数だったら交換してしまって、右辺は0になります。というわけで、これ普通の数じゃダメですよね。で、こんな風に入れ替えたときに、入れ替えたものが同じにならないものって何かあるかなと思うと思い出しましょう。一つは行列ですよね。行列の掛け算っていうのは一般に A×B と B×A っていうのは違いますよね、答えが。で、もう一つ、演算子もそうです。というわけで、
まあ、一番簡単なやり方を今からやりますが、演算子とみなすことをしましょう。行列のやり方でやる方法もあります。それはハイゼンベルグのやり方ですね。で、ここでは演算子だと思ってやりましょう。運動量をこういう i-ih バーの del del x、x の微分みたいな感じで、まあこれ演算子ですよね。数ではなくて、これがなんか後ろの数にかかって、かかる。なんか演算子。こういうものが後ろのなんかあるものにかかって、x で微分しなさいよ。で、x で微分して、変微分して、その係数に ih バーをかけなさいよっていうもの。それを運動量だと思いなさいと。で、まあこれ実際にここに入れてやるわけです。xp-px、xp-px で、この p をこれで入れてやると、もうパパパッと簡単に計算できて、あ、確かに ih バーになるな。で、これで確かにこの関係式は成り立っとるぞっていうことがわかるわけですね。で、それからじゃあ、もう一つあります。エネルギーと時間ですね。エネルギーと時間の交換関係は ih バーになりなさいと。で、これもエネルギーを ih バー del del t と、こういうふうに、こういう時間微分の演算子で置き換えてやると、で、これも同じように簡単に計算できて、確かにこの交換関係を成り立たすことができます。もちろん、モーメンタムじゃなくて、運動量じゃなくて、x の演算子にしてもいいわけですし、時間の方をエネルギーの演算子にしてもできるわけですよ。まあ、今では、とりあえず、このやり方でやってみましょう。で、古典力学のエネルギーっていうのは、運動エネルギーにポテンシャルのエネルギーを足したものですね。で、量子力学にしようとしたら、まあ簡単ですよね。モーメンタムの代わりに、この演算子にしなさい。エネルギーの代わりに、こういう演算子にしなさい。っていうわけですよ。まあ、これで量子力学になりますよっていうわけですね。交換関係を貸せば量子力学になるわけなので。で、これを、この二つをこの上の式に入れてやると、まあこうなります。で、これだけだと、これ演算子ですよね。これ演算子です。演算子ってことは、ここになんかかかるものが必要なわけですよね。del t、時間微分しなさいよ。何にするの？こう時間、空間2回微分しなさいよ。何を空間2回微分するの？っていうわけで、こうかかる相手が、演算子がかかる相手先が必要になるわけです。まあ、それをファイと書きましょう。ファイっていうものがかかる。そいつにかかると思いねえと。で、ファイをそこに横に置いてあります。かかる相手先ですね。はい。これでシュレディンガー方程式の出来上がりです。これが波動関数というものになって、こいつの事情が、確率になります。この、例えば、この x、t っていう場所にある確率になるわけですね。で、3次元版も簡単です。これ今は1次元で x と p だけですけども、この x, y, z で考えてやると、これ1ベクトルと3次元運動量。で、これは、まあ、1次元の拡張になるだけで、もうモーメンタムベクトルになって、演算子ベクトルになっていて、ここはナブラ。x 微分、y 微分、z 微分のベクトル、演算子。で、まあ、これを入れればいいだけですよね。そうしたら、はい、三次元シュレディンガー方程式の出来上がりっていうことになります。簡単でしょ？さて、この交換関係から、実は不確定性関係っていうのが導かれます。おおよその、その位置ですね。それから、おおよその、その運動量です。で、その間にこういうものが書けると。いいですか？で、この関係式から、まあ、これ右辺に、両辺をですね、デルタ R で割ってやると、まあ、こんな風になりますよね。デルタ P っていうのが、デルタ R 分の H バー。これは、デルタ R っていうのはその位置の不定性ですから、だから小さい範囲に粒子を閉じ込めようとするってことは、デルタ R が0に持っていくっていうことですよね。で、デルタ R が0に持っていこうとすると、これ分母がちっちゃくなっていくってことだから、デルタ P が大きくなるってことです。で、運動量の不定性が大きくなる。ってことは、まあ、すごいちっちゃいところに閉じ込めようとすると、
すごい運動量がでかくなるものがあって、だからまあ反発すると。要するに、まあ積力みたいなもんですよね。いいですか？で、例えば、じゃあ電子が陽子からの空論力、引力ですよね。を受けたとしましょう。で、その電気的な引力と、この量子力学的な積力が釣り合うとすると、それはこれが空論力でしょ？で、こっちが、まあ、空論エネルギーですよね。で、こっちがその積力ですよね。で、こっからもうこの、大体の、電子がどのくらいのサイズにいるかっていう式が出てきます。で、これまさにボア半径の2倍になってるんですよね。つまり、水素原子のおおよその大きさが、まあ、たったこれだけのことから出てくるわけですね。で、量子力学の作り方その2ですけども、もう一つあります。まあ、本当確率量子化っていうのもあるんですけども、その2として有名なものがあります。それが、経路積分です。で、それはどういうものかというと、まあ、電子のこう二重スリット実験を思い出しましょう。電子をこうスリットが2つあるところに、こうダダダダダダとぶち込んでやるわけですね。そうすると、まあ、粒子だったとすると、こっちの穴を通ったやつはそのままこっちに、この辺に行くと。で、こっちの穴を通ったやつはこの辺に行くと。まあ、この壁に2つ穴があって、こっちから機関銃をボドドドドドってやってると、穴の後ろあたりに当然機関銃の弾は集中するわけですよね。で、実際電子をブーって打ち込んでやって、で、どっちの穴を通ったか。こっちの穴を通ったら電子を通過したらこっちがピカッて光ると。で、こっちの穴を電子が通過したら、こっちの穴のこっち側がこうピカッと光ると。まあ、そんなような実験をしてやると、実際にこの辺とこの辺になります。まあ、つまり粒子として観測すると、どっちの穴を通ったか判別して、粒子として観測すると、粒子として観測されるわけです。で、一方ですね、実はこのどっちを通ったか判別しない、どっちを通ったかわからないってやると、実は干渉島が現れます。こう、こっちからうわーっと。で、こっちから、まあ波ですよね。波だとすると2つ穴があって、こっちから波が来て、で、こっちから波が来て。で、波と波が、の山と山が、なるところ。それから谷と谷となるところは、それはいっぱい、波が来るところですよね。逆に山と谷がこう、来るところっていうのは打ち消し合うので、そこは波は来ないと。で、そんな風に、こう、干渉島、電子がこの辺、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 ちょうど、波の干渉が現れます。つまり、どっちの穴を通、波っていうのはどっちの穴を通ったか判別しないわけじゃないですか。こう、波がこうやってきました。まあ、両方通るわけですよね、穴として。で、干渉が起きると。どっちの穴を通ったか測定しないと干渉島が現れます。つまり、波として観測すると、波として観測されるわけですね。じゃあ、例えば、古典力学で電子は、まあ、粒子だと思うわけですから、まあ、これはこうビーッと、ここを今打ち込んだとしたら、ここにポツンと、そのまま軌道、まっすぐの軌道をたどって、ここに行くだけですよね。で、まあ、ここにスリットを置いたとします。スリットと置いて、どっちの穴を通ったか測定しないと干渉島が現れる。つまり、波として観測すると、波として観測されることを思い出しましょう。じゃあ、ここにですね、無限に大きなスリットを無限個並べます。無限に、もう、わーっと無限に大きいスリットを無限個ここまで並べてやると。で、それから、ここ、どん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 穴ぼこをどん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 作っていくわけです。で、どん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 穴を開けていって、穴を全部開けたら何にもないのと一緒ですよね。つまり、どこを辿っていったか、指定しないと、どこを辿って、こっからここまで、どこを辿って電子が行ったかを測定せず、しないで、すべての経路を辿っていったとすると、それは波としての性質を入れていることになりますから、はい。これが経路積分による量子化になります。すべての経路を足すということになるんですね。
で、そんな計算できるんかいなって思うかもしれませんが、まあできるんですね。で、こっちのやり方の方が実は簡単なんですね。で、まあ僕ら、研究者ですけど、まあ大抵はこっちをやります。で、まあ、本当にその計算できるのって思われるかもしれませんが、まあその具体的な計算はまたの機会にやりたいと思います。それからですね、電磁板入った時、で、さらにですね、この量子力学ですけども、これを相対論的に考えると、式がめちゃくちゃ美しくなります。もう、今の段階はまだ、まあそうかなっていう程度でしょ。ところがですね、これがめちゃめちゃ式が綺麗になります。まあ、それについてはまたやっていきたいと思います。はい。それでは、ごきげんよう。